オリーバは、ポーランド共和国、ボモージュ県グダニスク市内にある地区。オリーバと記載されることが大半だが、オリーバと記載される例もある。かつては、ドイツ領だった。ポーランド中央北部に位置し、バルト海に隣接している。グダンスク市街地近隣であり、2004年の人口は19,824人。面積18平方キロメートル。観光地として名高く。 主要観光地として、オリバ修道院、オリバ大聖堂、オリバ公園などがある。かつて、ポメラニア公国の宗教的中心地であり、また、ポメラニア公国がドイツあるいは、ポーランド参加に入り、ポメラニア地区となった後は、同地区の宗教的中心地となった。オリバの歴史は、複雑である。オリバの歴史は、隣接地域のグダニクスと連動しており、 また歴史に登場するのは、ポメラニア地域、グダニクスの順からである。有史以前は、はっきりしていないが、周辺一帯には、複数の部族が暮らしていたとみなされ、オリバにも、鉄器時代以降住民がいたとみられる。ポメラニア地域としての歴史では980年コロザク戦公国、新生ローマ帝国、ポーランド公国、デンマーク王国ら4カ国は、それぞれ連合するなどして、 ポメラニア地域の先住民らと戦い占領していった。ポーランド公ミエシコ一世は、グダンスクを占領し統治したが、すぐに、グダニスクの自治を認めた。その後、グダニスクの町に隣接、付随する形で1185年もしくは1186年、もしくは1188年に、オリバ修道院が作られ、ドイツ語を話す、修道士が派遣されてきた。オリバが、 歴史に登場するのは、この修道院が作られてからである。以降、ドイツ勢とポーランド勢力、ポメラニア独立勢力らが文化的にも政治的にも激突し、デンマークスウェーデンなども交え複雑な歴史を形成することとなる。ポメラニア地域一帯は、有志以前もそうであったように、有志以降も複雑な人種が入り混じった文明の衝突地であり、 グダニクスとそれに付随するオリバは、有史以降の約1000年間におよそ15回以上の所属国の変更が行われている。現在、オリバを管轄するグダニスク市は、観光パンフレットにて、これらを荒々しい歴史と表現している。オリバ大聖堂、グダニスクオリバ主教聖堂とも、バザレカアーキクテドラルナ W グダンスクあるいは、パイプオルマンで知られる。その他、 聖夜コブ教会、ロココ様式建築のオリ場、大修道院長宮殿などがある。オリ場は1936年に自由とし、団地非成立に伴う市町村合併により、グダニスク公益市の一行政区画になっているが、それ以前は独立した地区だった。ありがとうございます。